じゃあ、じゃあ、さあ今回のテーマはですね、はい、これやっぱプロ野球選手といえば怪我はつきもの。いやーもうやっぱり豊さんが現役時代に一番した大きな怪我、まあ重かった怪我、重かった怪我、重かった、ね、重かった怪我っていうのはさ、はい、俺筋肉系の故障が全くなかったんだよ。あ、そうなんですか。まあ例えば、はい、飛びついてアダッキューしてちょっと腕が上がらなくなったんで、はい、でもそれも試合に出たしさ、上がらなくていいんだから出ろっつって。俺やっぱこう腰が悪かったな、腰痛持ち。あ、そうなんですか。じゃあ分離と滑りがあったから、学会でもさ発表になったんだけど、はい、もうほんとこうやってずれてるんだよ。で分離してて、こっちの分離っていうのはここは支えてる骨がある、はい、もうこれが完全に分離してる、でずれがある。これでなんで野球ができてるんだっていうさ、学会で発表があったんだけど、ここの脊髄の中は穴があるんだよ、はいはいはい、それが人より広いんだって。だから当たる確率が少ないんだ。あ、いやそれでできてた。じゃあ豊さんだからできてたけどみたいな。いや俺のその骨の構造がね、はい、ただ疲れが溜まってくるとさ、はい、例えば飯食いに行こうっつって友達歩いてるじゃん、5分歩けなかった時はちょっと待ってくれって、もう動かなくなるんだよ。それ止まるんすか。うん、止まって足が動かなくなる。はい、だからちょっと休むとまた動けるようになる。だからピッチャー交代の時とか、はい、あ、ここだと思って座って紐を結ぶような感じでしゃがんでたりだとかさ、したこともある。すげー。あとは膝だな。でも膝の悪い人はよく聞いておいてほしいのは、風呂の中で正座するんだよ。浮力でさ軽くなるでしょ。曲げやすいんだよ。曲げ伸ばしがきついわけだよ膝って、はい、温めてこう曲がる角度をこう足首も伸びるから、はい、風呂から上がってよく屈伸をしてた。へえ。そうやって直してる。だから筋肉炎の怪我っていうのはまあほとんどないっていうの。え、なんか頭の怪我とかはなかったですか。頭の怪我なんだよ。どっちなんだ。もうの方か。もうの方か。やっぱりさ、だんだんこう頭がさ薄くなってくるとさ、はい、まあ、山下大輔さんって言ったでしょ、はい、山下さんってお父さんもつらんとしてるんだ、はい、まあ遺伝だなと思うんだけど、はい、あの人俺が若い時にさ二遊間で守ってると帽子のつばから汗がとっとと落ちてるんだ。大変やなと思ったら、はい、俺がやっぱ晩年になって帽子のつばから落ち出してさ、やばいなと思って、しかれたはげんとか言われて、この野郎とか思いながらベンチ帰ったんだ。やっぱ打てないのもあるし、そんなやじられ方あるかっていう腹立たしさもあるし、はい、トイレ行って鏡の前でそんなハゲたかな真に受けて気にしてるんだよ。なるほど、何をしてるんだよ。そっちも怪我なくということで、はい、なんか、ね、ほとっと失礼なこと言ったな。怪我なくどっちの怪我ない。怪我がない方はいいけど、ですよね、もうがなくなる方は怪我じゃない。頑張ってる方じゃないか、はい、まあ、いや本当にそうよ、まあ、こうって怪我ない締めてんの、はい、抜けないよ。え、でも違和感ないですよね。だってブルース・ウィルスだって違和感ないですもん。そう、確かにね、全然違和感ない。かっこいいでしょ、うん、かっこいいっすか、うん、そうなんだ。日本かな。外国ではモテるから、外国行ったらモテますよ、うん、グローバルチャンネルですか、わかんないですよ、ね、これから海外の人を見てたら、ぜひ呼んでくれみたいな。もうでも、まあ、日本ですから、ここで。そう、ということですね、はい、まあ、新年明けて、はい、これからも頑張っていきましょうって、間違いない。プレゼントを持ってきました。これはもう自分らの意気込みとして、感じてほしいな。まあ、ネクタイだと思う、まあ、誕生日の時。もう、それはもうリアルな。リアルなやつ。寒いから、マフラーとか。お、いやもっと守るとかあるじゃないですか。確かに、ね、もっとあったかくね。もっと、上を守りたいんですよ。あるとえ上なんで上もっと守んなきゃいけない。もっと上っすよ。あ、上もっと上いきましょう。あ、上がってきました、上がってきました。ああ、もうそのもっともっともっと冷えピタの上です。もっと冷えピタの上。俺冷えピタ2枚ぐらいいるから。え、ちょっと今、持ってきたよ、持ってきてるもん。おぉ、ちょっと行きましょう、これも。おぉ、何ですか。こちら近藤さん、はい、何これ、これ育毛セットでございます。そうなんですよ。ちょっと待って、はい、俺の頭がそんなに気になる。気になんないですけど、 やっぱりもうもうなんだよ、もうもう毛の毛じゃないです。人間に安いですよ。毛の毛じゃなくて露出が多い方なんで。これでお前また毛が生えちゃったの大変だよ。いや、ほんとそうっす。だからモテてほしいっすもん。いや、やっとここまで来てモテなくなったから安心感が出てきて、下がるとこまで下がってるんで、あの、ね、上がるだけなんで、そこはついてない。もうそこはもうついてない。その頭皮はもうついてない。ついてない。あとはもう伸びるだけなんで。反発力あるからね。パーン上げて。どういう効果だ。はい。でもお前、俺もさ、いくつももらったよ。あ、そうなんですか。でも使わなかったね。え？だって自覚症状がないんだ。メンタルから問題があったって。
じゃあちょっとあの順を追ってどういう流れですか。説明あるの。ちゃんとやっぱ両方要領というかちゃんとこう守った上でやっぱ育毛してほしいんで、まず夕飯の前にこちらのですね、まあ、サプリメントがあります。サプリメントって何に効果がある、はい、髪の毛っていうのは栄養が一番行き届きにくいところなんですよ。一番最後に栄養が行くところなんで、それを補うサプリメント、体内から補っていく。そうです、そうです。意味で、はい、まずこれ夕飯前に2錠です。2錠飲んで一緒にいて、で俺薬系はね真面目に飲むの。あ、本当ですか。じゃあまずいけますね、これは。もうなんか水とかぬるま湯と一緒に飲んでいく。なるほど。あの、張ってるお湯じゃないですよ、張ってるお湯じゃないですよ。そんな使ったの酒では飲むなということで。そうですね、酒はやっぱり NG なんで。そしてこちら、真ん中のこちらがですね、はい、シャンプーになってまして、これはですね、結構こういうシャンプーって育毛シャンプーみたいな結構スースーするじゃないですか。そういうのをまあ極限までカットしたってことで、結構あ、じゃあもう余計なものが入ってない、入ってない、入ってない、はい、で、プラス泡立ちもすごい。あれだもんな、うん、はい、女性でもさ洗顔の時にさ、はい、もう本当に泡立ててさ、はい、泡の力で不純物を取って、ああそうそうそう、はい、それと一緒、それと一緒です。そして最後ブブカゼロ、これがまあ育毛エッセンスになるんですけども、こちらがですねしっかり水気をタオルで取った状態で、こちらをですね線引くようにこう放物線を描いて、放物線を描いて頭のね放射線状にでしょ。いや放射線状に同じような、お前でさ、はい、散髪してドライヤーまでやるでしょ、何分ぐらいかかるの。5分ぐらいですか、ね、これ5分でできるな。じゃあいやできますよ、できます、できます、簡単ですよ。これはもうだって飲むだけなんで、はい、今もう無視だったもんね、髪の毛洗ったらバカじゃないですか、ボーンって終わりだその後のアフターケアが大事、大事にしていきましょう。まあせっかくこのやっぱり頭皮の油がこっそり取ったのに、これしっかりやっぱり揉み込んでいかないと、もう浸透させないといけない。まあこれもまあ1日2回ぐらい、そうっすね、シャンプーしてなくても、まあ、朝は乾いた状態でも大丈夫、まあ、していただいて、はい、朝頭の熱がびっくりするんですよこれは新しいルーティンにしていただきたい。これ、ね、何も1ヶ月分、はい、これで1ヶ月分です。これ他のさ、はい、商品と何が違うの。そうですね、だからさっきもちょっと触れましたけど、刺激物がゼロっていうことカットしてると、余分なものが入ってない、余分なものが研究に研究されました、入ってない。あ、そう、はい、で今この TS コーポレーションさんから出してるこのブブカっていうこの商品が今6代目で、そうなんですよ、シリーズ累計で今150万本売ってる。すごくないですかこれ。ヒット売ってますよ、150万本も。いや売ってない誰も売ってないでもそれだけやっぱこう悩んでる人が多いということだよね。そうですよ。でこちらが育毛剤経験者が最後にたどり着く育毛剤がこちら、ブブカさんに初めて育毛剤を、はい、そういうふうにたどり着いたところでに、そうです、俺が最初に使う、そういうことです、そういうことですよ、はい。ではもうちょっとあの軽くやってみましょう、せっかくなんで、はい、まあこれはちょっと今あれなんで、まあこちらの育毛エッセンスだけ、うん、入れ物もおしゃれにいいですね、はい、こちら。あ、どうですか、匂いの方はどうですか。そんなないね。おー、本当ですか。ええでしょ。おー、やっぱなんか手慣れてる感じが、やってます、慣れてるどうですか。いや、匂いとかも、匂いは別においい感じで、部分的に気になるところっていうのは、はい、ちょっと強調していいのかな。毛穴って全部つながってるらしいんですよ、一部分やるよりもう全体もう満遍なく一緒に、いや全部オーラしてる、まあ、マッサージ揉み込むようにしていただいて、あ、いいっすね。あ、いいんじゃないですか。あ、もう頭皮動いてます、すごい作動してます。あ、いいっすね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 。どうすか、毎日いけそうですか。いや、このぐらいだったらいける。あー、じゃあぜひちょっとやっていただいて。でもなんかこう、はい、自分で意識してマッサージすると頭もなんか冴えてくるような感じが、あー、すっきりしますね。これちなみにゴールデンタイムというか、その効果的な時間ってのがあるんですよ。これまあ夕食前に2錠飲んでとかあったじゃないですか、うん、このエッセンスまで終わるの込みで、あの22時まで、夜の10時までっていうのが一番いいらしいんで、プロ野球ニュース出てる、はい、スタジオで揉み込んでいただいて、そして揉み込んでくれてまあ他の時間帯でやっても効かないわけではない。まあまあそうですね、はい、一番その髪層で、はい、そう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 、うん、だから高かったんじゃないか、これ。いやーもう本当ね、大変でしょ、はい、何が大変だった。行った行きましょう、これで光熱費払えなくなりましたから。これ購入したせいで。いやーでもその分生やしてもらおう。いやーそうですよ。いやもういやいや本当に楽しみっすね。いや楽しみだよ、はい。まあ俺も若い時はパーマかけたけど、はい、それが再現になるかと。いやー夢のパーマ見たいです、はい、見たいです。まあ乞うご期待だから。そうですね。あ、そうですね。はい、ぜひ、はい、使ってください。はい、はい、ありがとうございます。
ダメよこれ。いや効果ないじゃないですか。効果ないじゃないやばいっすね。いきなりこれでやばいでしょ。絶大な効果だったよお前。プロ野球ニュースみんな楽しみだなこれ。こんなに変わります。飲むし洗うしお前つけるし3点セットお前毎日、ね、あーすごい効果絶大ということで、はい、はい、皆さん、まあ、こちらの商品気になる方はあの概要欄の方に、はい、URL 貼ってますんでぜひチェックしてください。お願いします、はい、お願いします。この通りです。